渡辺翔太が美術教師役でデンドラ単独初主演、主題歌はスノーマン、メンバーにいじられました。笑い、先生さようなら。スノーマンの渡辺翔太が2024年1月スタートのドラマ、先生さようなら、毎週月曜夜0時59分から1時29分、日本テレビ系図でデンドラ初単独主演が決定。スノーマンが主題歌務めることも解禁され、渡辺からコメントが届いた。 先生さようなら、ストーリー主人公津田大拓郎は美術教師。先生にしてはノリも良く、生徒たちのお兄ちゃんのような人気者。初めて田村が担任を持ったクラスの生徒ちあよいは目標もなく、周りの空気を読んで、ただ曖昧な高校生活を送っていたが、田村に誘われて美術部に入ることに。自分が何をしたいのか、高校生活を彩るヒントをくれた田村に、 弥生は恋心を抱いていく。しかし、ある日弥生が見てしまった田村のスケッチブックに無数に書かれていたのは知らないある一人の女性の姿だった。田村は過去、高校生の時に出会った担任の国語教師由美子に恋をしていた。